こんにちは、吉谷さん。そして動画をご覧の皆様。今日はね、1億円稼ぐデスクを紹介しようと思います。まあ、ちょっと衝撃的なタイトルなんですけども、まあご覧ください。じゃあ行きますよ。いつもと違って反対側映します。こんな感じで。ほら、すごい雑然としてるでしょ。ちょっとね、一つずつ説明していきますね。まずは、パソコンですけども、70万円ぐらいした、エリア51です。これすごいでしょ。で、ここに、カードが刺してるわけですね。ちょっとピンボケしますけども。で、ここにあるのは、シェーバーですね。こうやって身だしなみをいつでも整えるシェーバーです。なんかアップル製みたいで、おしゃれでしょ?これヤフーショッピングで買いました。で、ここに USB がバーッとあるわけですよね。で、カメラのバッテリーここにあって、ホッチキスがあって、これ置くだけで充電できるスマホの充電器。これはギャッツビーです。で、キーボードがあって、はい、ワイド型のモニターを、デスクのね、向こう側に棚を作って、出窓のところに棚を作って、ここに設置してるんですよね。で、これがね、35型ですね。デスク。こうやって。で、ここにカメラがついていて、こっちの方にはサブモニターがあるという感じですね。で、ここに最近買ったちょっといいカメラがついているということですね。はい。まだまだね、ちょっとお知らせしたいもの、ここにもね、バッテリーあります。すごいでしょ?はい。ということでね、お見せしたんですけども、これ肝心なのは、これで1億円じゃないんですよ。1億円できたからこれなんですよ。で、どうやって最初の1億稼いだかっていうと、1万6千円ぐらいで買った、メルカリで買った、あれですね、Chromebook。パソコンこのぐらいのちっちゃいやつ1台で、コツコツやってました。まあ、スキルもなかったんで、それだけで十分だったんですよ。スキルがついて、いろいろ必要なものが出てきて、拡張していくから、できることが増えていくから、システムがどんどんね、グレードアップしたんですけども、最初は、メールを打ったり、検索することぐらいしかできなかったんですよね。で、せいぜい YouTube のアップロードぐらいだったんで、で、日々 SNS、Facebook ですよね。それができるぐらいだったんで、本当にしょぼいものでした。このぐらいの、私のオフィスでした。当時部屋もなかったんで、本当にこう、麻雀店の中でやるか、なんか、こう、平和公園のベンチでやるかぐらいのことだったんで、なんかそっからのスタートでしたね。まあだからね、まあ究極、インターネットの契約もできないっていう環境だとちょっと難しいんですけども、割と、なんかひどいところからでも、這い上がってこれるんじゃないかなと思うんですよ。肝心なのは、どういう手順とどういうルートで行けばいいかってことを教えてくれる人とか、気づかしてくれる人がいるかどうかっていうことかなと思いますね。で、私の場合は、それを最短で教えてくれるような、まあ、塾に入ったんで、ポンポンポンと行くことができましたけども、ただルートは簡単だけど、やることはむちゃくちゃ多かったと思います。振り返ってみるとね、まあ、ブログにしても1万4000ぐらい作って、自己アフィリエイトとかポイントサイトは2000案件ぐらいやってね、でいろんなね面談とかもそのすごいやりましたし、24時間とかね、で多くの人の困った苦しいを解決するっていう風な日々も送ってきたし、で自分の会社はそっちのけだったんで潰れるし、だからね、会社をクビになるとか会社にバレたらどうしようってレベルじゃなくて、私は自分が経営してる会社が社員もろとも消えたというね、そんなのを引き換えにここまでやってきたかなと。で結果このデスク周りもできたし、っていうか家そのものがやってきたって感じですかね。で、ナイト2000もそうですしね。まあだからね、やっぱこう、違う人生を送ろうと思ったら、今までの人生をある程度捨てていかないといけないんだろうなっていうところに今来てますね。まあだからそんな感じですかね。まあこれもね、だから、後付けでいろいろ言えるんですよ。こういうふうにうまくいったから。ね。久保さんだから言えるんですよ。その通りなんですよ。私が途中で挫折して何も得てなかったらこんなこと言えませんから、何をやってもダメでしたっていうね、そんな動画になってると思いますんで、まあだから登っている過程でここまで登ったのはどうしてかってことが言えると。でそれも一つのコンテンツだったり集客媒体だったりしますよね。最初に1万円稼いだ時、それが生涯初めてだったんですけども、セルフバックで1万円稼いだ時には、セルフバックで1万円稼いでない人に対してメッセージが送れるわけですよ。10万円稼げるようになったら10万円稼いでない人にメッセージを送れる。その繰り返しで100万になり、1000万になり、1億円になりって感じですかね。で、まあローンなしで家を買うとかね、一発でナイト2000を買うとかね、こういうふうなのも最初は本当に
1000円2000円みたいな積み重ねだったと思いますんで、やっぱ小銭稼ぎをまずは得意になることかなと、その後で大銭稼ぎにトライするってことなのかなと思いますよね。じゃあこれからあの広島の方に行ってきますんで、今日はね、ネットワークビジネスの、怪しいネットワークビジネスの紹介があるのと、プラスその後、山本太郎さんの凱旋があるそうなんで、ちょびっとね行ってこようかなと思います。広島市内の速稼塾の塾生さんシークレットで行きますので、私を探さないでください。それでは行ってきます。